ブッシュクラフトとは森林等の自然環境の中における生活の知恵の総称とされており、その行為や技術をそう呼ぶ。サバイバルと行為が似ているが、サバイバルは状態、ブッシュクラフトは手段と区別することができる。他に目的で区別した場合、サバイバルは期間目的、ブッシュクラフトは生活目的と分けることもできる。 ブッシュクラフトで実際に生活している人や趣味としている人、生業にしている人、継続して趣味等でブッシュクラフトを行っている人をブッシュクラフターと呼ぶ。ブッシュクラフトはより自然を身近に感じるための技術、知恵、行為としてアウトドアスタイルの一つとして定着しつつある。人と自然環境が深く関わって生活していた時代の知恵や技術を踏襲したものが 現在一般的に認識されている、ブッシュクラフトと考えられる。少なくとも1800年代には、ブッシュクラフトという言葉が確認されているらしく、当時から存在した装備を現在でも必需品とし、不足する物資は現地調達するなどして、その場で自作するというレトロな手法をとる。特に北欧がメッカとされており、現代流行し一般認知されている。 ブッシュクラフトの発祥の地とされているが、語源のもとをたどれば、南アフリカの原住民の生活に橋を発する。ただし、ブッシュクラフト同様の行為や技術は、人類が文明を築く上で欠かせないものであり、世界各地でその土地にあった知恵や技術が、確立されているものである。現代ブッシュクラフトにおいて、北欧がメッカとされる理由として、かねてから林業と木工文化が盛んなこと。 また、寒冷な地域が多いため、火起こしや焚き火に関する知恵や技術が多く蓄積、発信されていること。現代でも多くの自然が国民に解放されており、自由度の高いアウトドアが行えること。地形が比較的平坦なため、重くかさばる昔ながらの装備でも森に入りやすいこと。飼料採集や釣りもしやすく食料の現地確保がしやすい等が挙げられ、これらは、 ブッシュクラフトを習得したり発信するには非常に良い環境と言える。例えば、現代のように優れた野外寝具もない時代に極寒の山中で眠っていても一晩中燃え続ける焚き火を考案し自作のシェルターを効果的に温めて宿泊する技術やカップや皿、フォークやスプーンなどを手彫りで自作する技術等がこれに当たる。衣類や小物もほとんどが手作りで、 セーターや比較製品が代表的である。日本にも日本の環境に合った知恵や技術が古代から存在するが文明の発展とともに徐々に失われている。何をもってブッシュクラフトかという明確な定義は存在しない。その行為や思考、装備などによって相対的にブッシュクラフターであると認識される。現在では主にアウトドアの一環として行われるため、 そのようなシーンにおける違いを特徴的な傾向として記す。メタルマッチによる火花の例約3000度の火花は太陽光の下でも明るく目視できる。針葉樹の焚き火をナイフを用いてフェザースティックにしたもの。作成中のフェザースティック。ブッシュクラフターの単独での焚き火の例。食事や水を確保するためだけに行われるごく小規模なもの。 トライスティックには必ずポットフックの練習が含まれている基本的クラフトスキルの一つ。鍵を複数作ることで高さを調整し、火加減の調整が可能になる。熟練者ほど難易度の高い方法で火起こしと焚き火を行う傾向にあり、ライターやマッチを使う頻度が少なくなる。ブッシュクラフター全般に共通する点なるべく着火剤やライターを使わずに火起こしを行う傾向にある。 初心者では失敗した時のバックアップとしてライターやマッチ、着火剤を準備しておく場合もある。バックアップを取らない場合、火起こしの成功率は100%ではない。ブッシュクラフトにおける着火から焚き火までのオーソドックスな流れ、ブッシュクラフターにとって最もポピュラーな着火道具の一つにメタルマッチが挙げられる。メタルマッチから発生した火花で加工に着火し、焚き付け。 焚き木へと火を育て移していく。ありがとうございます。